はい、皆さんどうも。マキピロくんでございます。今回ですね、この動画を撮るに至った話なんですけど、私の、まあ、今は、モンスターストライクを、メインで、ライブ配信をさせていただいているわけなんですけど、メインというかね、モンスターストライクしかやってないんですけど、これからね、ちょっともう一つ、ゲームを増やそうと思ってます。で、それを、モデレーターさんの方には、実は、もう話をしていたんですが、この、今、いつも来てくれている視聴者の方が、例えば、後で知った場合、いや、マキピロ君、そんなん言うてくれてたら事前登録したのにとか、そういう話になると、ちょっと皆さんに対してちょっと非常に申し訳ないなというのがありましたので、ちょっとねこの動画を作らさせていただくことになりました。今後ですね、もう一つ、やるゲームを増やそうと思ったのが、ドラゴンネスト M という、アプリなんですけど、12月の13日より、配信が、始まります。今はね、まだ、配信してないんですけど。で、私、先行体験プレイというのがありまして、そちらの方はね、実は、少し、やらさせていただきました。なんかね、その抽選というか、なんかそれに、応募してて、で、それに通ったので、ちょっとやらさせていただいたんですけど、まあまあ、全然、そうだな、無課金で、全然遊べるかなっていう感じは受けました。ただね、あくまで、先行体験ということなので、実際のところやってみやとわからんっていうのがあるので、ひょっとしたら、撤退する可能性もあるんですけど、まあ一応、そのドラゴンネスト M に関しても、配信をしていこうと思ってますので、もしね、興味がある方、ドラゴンネスト M の方を、事前登録予約をしてもらえるといいと思います。まあね、こんな感じで、メールで登録した方がいいと思います。LINE、Twitter の方はちょっと登録されてるのかどうか全然わからないので、メールの、登録だと、そのメールが来て、登録受け付けましたみたいな感じの、メールが来ると思いますので、そちらの方でいいと思います。で、まあ、事前登録した方が、まあ、得点がつくということで、もしね、モンスト以外で私と遊びたいという方、このドラゴンネスト M でもちょっとやっぱマキピロクと遊びたいなという方はね、よかったら事前登録していただけると嬉しいかなって思ってます。あとですね、じゃあ、今後どうしていくのっていう話なんですけど、あくまでメインはモンスト、もちろんで、ドラゴンネスト M の方も、ライブ配信でちょっとずつ、まあ考えてるのは週1、週2とか、まあそんな程度で、やろうかなと思います。まあその分ね、まあモンスターストライクのライブ配信の回数がちょこっと減るっていうのはあるんですけど、まあ、モンストで活躍できる方、そうじゃない方見えると思います。なので、モンストは苦手やけど、このドラゴンネストやったら自分は活躍できそうとか、ドラゴンネスト M の方はちょっとようやらんけど、モンストやったらちょっとマキピロ君と会いたいなっていう人とかね、まあいろんな人が見えると思うんですけど、その中で一つの選択肢として、こう、あればあった方がいいのかなっていう、自分の中で、決めたというか、そういう形でね、今後やっていきたいと思います。でね、もし興味のある方は、今からドラゴンネスト M、まあ、簡単にね、どういった感じ、どんな感じで進めていったらいいのかなとかね、そういうのも作っていきたいと思いますので、もしね、興味がある方、よかったらね、そちらの方の動画も見ていただけたらなと思います。はい、ということですね、まあ、いつも、見てくださってる視聴者の方に、ちょっとこれだけはね、先にお伝えせなあかんなということで、もしね、そんな新しいゲーム、やるんやったらもっと早く言うてくれよとかね、いうことが、ないように、ちょっと皆さんに一応お伝えしようかなということで、この動画をね、作らさせていただきました。ということですね。まあ、この動画に関しては以上でございます。はい。ということですね。今日もね、皆さん、ありがとうございます。見てくださった方、ありがとうございます。今後ともですね、皆さんに楽しんでいただけるような、ライブ配信、
動画作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、いつも通りの締めに行きたいと思います。いい夢見る。じゃあね、ありがとうございました。